かりましたか。ふくらはぎ違う。そうですね、うん、後ろ行きましたね、後ろ通りましたね。岡田が倒れ込んでしまいました。ああそうですね、行く方に逃げていきます。一番痛いところ、痛いですね。左足のふくらはぎに当たりました。左足の、ね、内側のふくらはぎだから、はい、そうですね、うん、後ろからやったら大差もないんだけど、横からパンとこらえましたね、これはちょっと歩行困難になっています。 T 岡田一旦ベンチに下がります。治療に向かいました。ただこれでノーアウトランナー一塁二塁。黒田がこの2回の裏ピンチを招きました。もう1回ご覧ください。避けようないもんね、背中に来るのはなかなか避けたことが皆さんないですよね。胸元に来るのはね、のけぞってっていうのありますが、これ逃げようがありません。岡田崩れました、崩れ落ちました。まあ場所が場所だけにね、出てきました。 T 岡田、時間が経ったら多少は楽になってくるんだけど、はい、だ痛みが引かなかったらこれもうちょっとねやめた方がいいと思うけど、ね、途中交代も考えられますね、まあ、まあ終盤の方ですね、もう守備がやっぱり違ってきたからね、はい、とりあえずやっぱりいる以内ではね、打線では大きい存在ですからね、一枚ね、本当ですね、はい、